こんにちは、ヤードです。今日もですね、将棋ウォーズ実況やっていきたいと思います。3分切れ負けでいきましょう。対局開始、よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、お相手2段の方ですね。三間飛車がお得意の方ということで、勝率も非常に高い方だったので、かなりお強い方だなというふうに思いつつ、まあ、こうしたお相手にですね、勝っていかないとなかなか達成率も上がっていかないので、ちょっと頑張っていきたいなというふうに思っております。まあ、達成率で言うと、今、私、初段なんですけれども、まあ、一桁台なんですよね。6%、7%、8% とか、なんかその辺なんで、まあ、かなり達成率下がってきてます。結構きつい、この達成率の今の状況。若干、降格が見えてきてるんで、ちょっとですね、もう、本当に、マジで負けたくないんですよね。マジ負けたくないっていう状況で、まあ、ちょっとなんとかですね、二段の相手にも勝利して達成率をしっかりゲットしていきたいなというふうに、思っております。これは角で取っていきましょう。これね、飛車で取ってこられるパターンもあるんですけど、こう歩打ってきたら、これは歩上がっておけば OK だったはずですね、確か。で、なってくるんですけど、2分30秒、はい、で、ここ一回銀打っておいて、まあ、飛車にプレッシャーかけておきましょう。そっちに行くんですね。はい。銀なって、まあそうそう。で、この歩回収して、次この角にね、プレッシャーかけていくっていうのが、こちらのプランでございますが、これは一回しっかり歩を打っておきまして、で、ワンチャンこの銀もですね、ワンチャン、はい、ワンチャンこれ飛車浮きで倒せるんですけど、飛車が寄った瞬間に飛車走られちゃうんで、それがちょっと良くなくって、で、これは角が、まあ、死んではいないんですね。でも、まあ、この歩一回ついて、飛車先を通していってから歩をついていけば、まあ、相手にかなりプレッシャーかけられるんじゃないかなっていう感じではございます。ですね、銀と桂馬交換しちゃってもいいよね。なぜならここにふんどしの桂打てるもんね。はい。で、さらにここにまた金打っておいて、さあ、展開的には悪くないんですけど、相変わらず時間はね、負けてるんですよね。時間がね、とにかく負けると。で、飛車打っておいて、一回馬作っておきます。さあ、これはですね、まあ、銀寄ってくるんだと思うんですけど、寄ってこないんだ。歩で来る、銀で取っておく。はい、これで馬作られると。これで馬作られるんだけど、馬作られてもまだ特に何もないと思う。さあ、結構考えてますね、お相手。馬作られて、ここの桂打ちとかが若干厳しくなってくるのかな。やっぱりね、そうだよね。その辺ですよね。まあ、これ馬で取っときましょう。桂馬か。そうだよな。まあ、一回これ寄っといて、角。なるほど。一回これまた引いておこう。ちょっと冷静に。あんまり無茶しないと。無茶しないっていうのが今回のテーマということにしておきましょう。で、まあ、ちょっと、端歩攻めじゃないですけど、1分、まあ、そういった雰囲気のこともやっといて、これ逃げ場所が難しい。銀打っておいて、さあ、来ますね、お相手の猛攻が。いやー、これは馬も取られるし厳しいわ。
この馬の逃げ場所もちょっとミスったな。うわこれな、ちょっと勝てる将棋だったと思うんですけどね。いやーでこれ桂馬跳ねてくるでしょ、めちゃくちゃじゃん。結構厳しい。そうっすよね、一回銀打っといて桂馬跳ねてくるんだよね。桂馬跳ねてこない、桂馬跳ねてこないのはまだ助かる、まだガスカルまだガスカルなんですけど、さあここに一応銀打ちがあるか。これで飛車が取れる。しかしこの飛車いじめられるの厳しすぎるでしょう。角打ち、金取っと、金寄っといて、駒がね足りなすぎるんだよね。残り20秒きつい。いや駒足りない、駒が足りない。10秒。いやうん、10秒。うわこれ本当にこれもう本当ギリギリだな、ギリギリというか、いやもう完全に駒足りなかったですね。はい、ちょっと投了です。はい、ありがとうございました。いやもうちょっとだったなというか、まあ、結構粘って将棋できてたと思うんですけど、残念ながら、敗北という形になってしまいました。今日ですね、あと1試合やっていきたいと思います。さあお相手どんな方でしょうか。お相手2級の方ですね。はい、ちょっとなんか最近2級の方との対戦がすごい多い気がするんですけど、まあなかなかねやっぱり2段とか初段の方に今勝ててなくって、達成率が 1% 台じゃないや、1桁台なので、まあ対戦相手の、方のですね、球威というのも、まあやっぱりこういう形になってくるっていうことですよね。まあだからまずはねこの辺の、お相手にしっかり勝てるようにしていかないとちょっと未来がないかなという感じがしているので、取り差し、まあ今日もですね、今日とて、まあとにかく楽しく将棋ウォーズやっていきたいと思います楽しく将棋ウォーズやっていきたいと思います。涙目みたいな、あこれふーっとこうかな、ここに。さあこれ銀取って、ここに銀打ちがありますが、それはさすがにさせてもらえないと。さあこれ角もらう、角もらっておきますか。角もらっておいて、角ポチ出ておいて、まあなってくるんですけど30秒。ここにあれかな、土下座の歩を打っておけばまだちょっといいかな。あでもここに歩打ちがあるのか、そしたらどうしようかな。あそこに歩打ちね、なるほどね、そこに歩打ち。まあなんだろう、角打ちなのかな。さあ飛車もらっておいて、さあちょっとこのと金の攻め恐ろしすぎですね攻めが恐ろしい。角打ち、角打ち、そっか、ここの角打ちもあるじゃん。ここの角打ちが結構厳しいか。でこっち銀1枚だもんな。あーその歩打ちも結構厳しいね、確かに。2分。馬で取るというよりは、竜で取るというよりは、ちょっとこの先の展開がなかなか読みづらいものになっています。さあそこに角打ってくる、一回逃げておく。でここに角なられる、まあなんか銀打っておくかな。
で飛車に当てられる、こっちに逃げておく。もうなんだったらここに強打ちとかしたい気分なんですけどね。まあそこに銀打ちか、なるほどね。強打ってここの頭に銀とか打たれると思うんですけど、あ、打ってこないんだ。打ってこないか。これ一回引いておきますか。はい。あ、これ金で取るんじゃなかったかな。銀で取る方が良かったか。で、この下に金打ちとかがあったりするもんね。それが結構厳しいよね。さあ。さあ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 、これが厳しいのか、いろいろと。というか銀回収しておくべきだった。いや、そうでもないか。そうじゃないな。そうではない。これは飛車でもらえますということなんだけど、これで貯金回収しておいて、これで安全だな。これでどうにかなった。本当に本当にそうかい。1分。さあ、この辺の、でもまあこれはここの桂打ちぐらいから結構お相手厳しいと思います。まあ、銀打って、で、角打って、はい、ありがとうございました。というわけでですね、2戦目は無事に勝利することができてよかったんじゃないかなというふうに思っております。はい、というわけでですね、今日も楽しく将棋ウォーズ、できてよかったです。ちょっと1試合目のね、2段との、お試合がですね、ちょっと悔やまれる試合であったんですけれども、まあ、あのあたりもですね、しっかり勝ち切れるように、これから修行を積んでいきたいなというふうに思っております。よろしければチャンネル登録と高評価の方、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは、お疲れ様でした。